こっちが両方溶鉄なんでしょ。東洋コインあるし、お立ちでのご乗車になります。発車いたします。なんと貸し切りになっちゃいました。いいや、誰もいなくなっちゃいました。使用されている中では大阪、神奈川に続きまして全国で3番目に古いものでございます。松山です。全然わかんない。新型車両止まってます。唯一これぐらいかな、知ってるの。ギリギリ正面見えませんね、こっちから。すごい。
デュエルスター初めて見ました、多分初めてじゃないよね。